私のこれまでの人生の素晴らしい祝福の一つは教会の若い人々に囲まれ一緒に活動する機会があることですこのような交流という女は私の人生で最も麗しく価値があることだと考えていますそのわけもあって私は教会と社会と世界をとても楽観視していますこのような交流の中で証しについて疑問や問題を持つ人々と語り合う機会特権がありました その内容は様々でユニークなものもありましたが疑問や混乱の原因の多くはよく似たものでしたさらにこれらの問題や懸念は特定のグループや年齢層に限られたものではありません何世代も教会員である人々比較的新しい教会員また教会員を最近知るようになった人々も同じような悩みを抱えているかもしれませんこのような疑問を抱くのは通常誠実な研究心や 好奇心を持った結果です。 その結果私たち一人一人にとって重要で深刻であるため私たちの証しについて考えるのが適切ですマチゅつ生徒は証とはイエス・キリストの福音が真実であるという確固たる証言であると考えていますその証しは見たまを通して啓示によって得られるものですこの明確な宣言は簡潔明瞭ですがそこからいくつかの疑問が出てきます例えば証を持つ資格があるのは誰でしょうかどうすれば必要な啓示を受けられますか 証を得るステップは、証を得ることは一回限りでしょうか、それとも継続することなのでしょうか、このような疑問には補助的な疑問もありますが、イエス・キリストの福音に関する証を得て、保持する基本原則は分かりやすく、明白で、すべての人がそれを得られるものなのです。 人々が考え,そう考えそうなこれらの疑問を取り上げその後個人的な経験からその証を得たヤングアダルトの友人たちが最近話してくれたことをいくつか紹介します彼らにはまた信仰や競技のいくつかの点についてチャレンジや困難を抱えていた人々を教え導く機会もありましたまず誰が証を持つ資格があるのでしょうか 進んでその代価を支払う人すなわち戒めを守る人は皆証を持つことができますそれゆえ「主の声は聞こうとする全ての人が聞けるように地の果てにまで及ぶ福音が回復された基本的な理由は全ての人が主なる神すなわち世の救い主の名によって語るため信仰もまた地に増すためです 第二に、どうすれば人は必要な啓示を受け、またその基本的なステップとは一体何でしょうか。その方法は明らかであり、いつの時代も同じです。モルモン書の証を得る方法に関して与えられた約束も当てはまります。また、この記録、つまり皆さんが聞き、読み、学び、深く考えてきたことを受けるとき、 これが真実かどうかキリストの名によって永遠のなり父なる神に問うようにつまり祈りの答えに従うという決意を持って十分に具体的に異形の念を持って祈ることですもしキリストを信じながらが誠心誠意問うならば神はこれが真実であることを御霊の力によってあなた方に明らかにしてくださるそして精霊の力によってあなた方はすべて,てのことの真理を知るであろう 第3に証を得ることは一回限りのことでしょうかそれともずっと継続することでしょうか証は適切に扱うと成長し育つ生き物に似ています生き物は力強く成長するためには一定の栄養と養いが必要です同様に証を軽んじたり証を保つ方法を守らなかったりすれば失われたり弱くなったりします成分で警告されているように神の戒めに背いたり破ったりすると 御霊を失ったり、一度は持っていた証を否定する可能性があるのです。ここで、私の大切な信仰、熱い、若い友人たちが気が付いた提案の中から10の事柄をお話ししましょう。これは若い人たちが共通して考え、経験したものですから、意外なものではありません。残念なことに特に苦しみ、悩んでいる時にはこれらを自分に当てはめることを忘れたり、無視することがあるのです。 まず全ての人は神の子で価値ある存在だということです神は私たちをご存知で愛しておられ成功して身元に帰ってほしいと望んでおられますですから時折感じる不完全な欲求よりも神の愛と神の時間を信頼しなければならないのです第二に成文に書かれている心の大きな変化を十分に感じながらそれは どこでも直ちに起こるものではなく、しばしば徐々に起こるということを理解しておかなければなりません。研究と祈り、特定な質問、経験、また関心ごとに応じて起こるのです。第三に、人生の基本的な目的は試されることであり、チャレンジによって成長し、簡単な方法では得られない教訓を感謝するようにならなければなりません。 第4に自分が信じていることや知っている事柄を信頼して疑いを持った時あるいは苦悩している問題がある時に支えとしなければいけません。第五にアルマが教えているように証しを得ることは通常望み信じ最後に特定の原則や教義あるいは福音そのものの真理を知るという一連の成長です。 第6に、自分が知っていることを他の人に教えると、その人の証と同時に自分の証も強くなります。お金や食べ物は与えると減ってしまいますが、証は分かち合うと、述べる人と聞く人の両方が強くなりますのです。 第7に、私たちは毎日、小さくても必要なことを行わなければなりません。祈り、成分の研究、集会への出席、神殿、家庭訪問やホームティーチングやその他の責任を果たすこと、これらすべてが信仰を強め、生活の中に御霊を招きます。これらの特権のどれかを名をざりにすると、証を危険にさらすことになります。 第8に他の人に自分の標準よりも高い標準を当てはめてはなりません他の人々に特に指導者や教会の教会員の間違いの失敗を見てそれを自分や自分の証に影響させてしまうことがあります自分の欠陥を他の人々の問題のせいにしてはいけません第9に間違いを犯した時に自分に厳しすぎることは真の悔い改めが必要な時に寛容すぎる場合と同様に良くないことだと覚えておくと良いでしょう 第12キリストの食材の力は私たちがそれを受け入れる時に完全に働き続けることを常にはっきり理解しておかなければなりませんそうすれば他のの全てのことは落ち着くところに落ち着きます私たちは多くの模範的な若い,若い人たちの強さ証しに感謝しています彼らと一緒にいると元気になります 彼らが他の人々と一緒にいることを知るとき彼らが礼拝し従おうと努めている主に代わって善をなし奉仕を行っていることを知って励まされます人々は証があるので人の役に立つ大切なことを行いますこれは真実であり私たちも自分の行いによって証を得ますイエスは言われました私の教えは私自身の教えではなく私を使わされた方の教えである 神の御心を行おうと思うものであれば誰でも私の語っていることが神のものかそれとも私自身が出たものか分かるであろう。私があ,あなたが私を愛するならば私の命を守るべきである。私がすべてのことを知っているわけではありませんが皆さんに申し上げます。私は父なる神が生きていて私たちを愛しておられることを知っています。 オンコイエスキリストは私たちの救い主教会の頭ですジョセフ・スミスはこの時代における福音の回復に関して語り教えた全てのことを経験しました私たちは人たちと預言者たちに導かれておりまたトーマス・エス・モンストン大官長は私たちの生活に祝福をもたらし見業を進めるために必要な真剣の鍵を全て保持しています私たちは皆このことを知る権利を与えられており問題を抱えているならばこの説教台から語られる真実の証に耐えることができます 私はこれらのことを知っております。証しします。イエスキリストの名によりアーメン。